私の専門が画像センシングといいまして、画像を使ってその対象から情報を取り出すことにあります。ですが、我々の研究室では企業さんですとか世の中のニーズに対応いたしまして、そのニーズに応じてその対象に対してのアプローチをしております。具体的には卵で農業名古屋コーチンの卵であったり、梨をその形状色味からその人が何を良いと判断しているのかというところを導き出すところに興味を持って研究に取り組んでおります。なかなかその紙の上、大学の中だけでは得ることのできない、なんか現地とか現物に行ってのものとの、関わりによりまして、まあ、その頭の中では考えてもいてもわからないようなことが実際に起こってきます。まあ、そういう時にじゃあどうしようとやって考えて、それがうまくいった時は大変学生にとっても喜びですし、自信にもつながります。一方で、だからといって成功するばかりではなくて、失敗も実は大変いい貴重な経験になります。失敗することによって、じゃあ次はどうしよう、あ、ここがいけなかったんだなっていうことが分かってくれることは、大変学生にとっても、大変な財産になると思っております。ですから私はそういう失敗を恐れずに、いろいろなことをやってもらえることが一番良いことだというふうに考えて、研究を進めてもらっております。ぜひ画像から情報を取り出してやろうという意気込みのある人は、我々の研究に参加してもらえればいいかと思います。そういうチャレンジ精神を持った方々を私たちは応援して一緒に進んでいきたいと思っております。